はい、まあ、ちょっと梅雨入りということで、ね、梅雨入りしました予報でした、はい、さあスタジオには本日のゲスト入ってきてくれました、はい、本日のゲストこちらのお二人です。どうもレインボーです、よろしくお願いします、はい、コント何で稼いでるかわからない六本木にいる薄着の金持ち、うん、まあ上場した会社って今はのんびり、うん、すごいです、うん、めっちゃすごい。あれ初めて会ったっけ。あ、一回あかねと一緒に来させてもらいました。ああ、あのプラチナムの子だ。あ、そうですそうです。そっかそっかそっか、はい。え、なんか芸能人のこと飲んだりするの。いや、普段はなんか芸人さんぐらいとしか飲まない。誰。アントニーです。ああ、この辺うろうろしてるもんね。そうですね。そっか。あ、ちょ、ごめん。あ、はい、お電話ですか。あ、もしもし、はい。あ、全然今女の子と飲んでて。はい。あ、大丈夫ですよ、全然。はい。はい。誰ですか。川合俊一さん合流するって。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。改めてレインボーのお二人です。いますか。いるいる、ね、いるいる。レインボーの池田です。ジャンボです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田くんはね、運動神経悪い芸人、それ毎年一緒ですもん、一緒にね、はい、出てますし、まああとお笑い演芸館のさ、はい、まあ、それは二人でね、はい、女装のやつで、そうです、あのダニエルズさんと、ね、カモメンタルさんと僕らで、そうそう、はい、女装芸人、はい、オープニングでマキオさんが30分女装あるあるを言っちゃって僕ら話すことなくなっちゃった回です。伝説の回です。伝説です。だって30分番組なんだよそもそも、はい、そもそもそうなんですよ。そうだよ、新しくなって30分番組になって女装の話するのにマキオくんが全部喋っちゃった。そうですよ。池田って結構いいやつで感情とか出さないんですけど、マキオさんが30分喋ってる時は何勝手なことしてんねんって切れない。あ、台本見たら後々俺らが話すあるもうさっき言ってたんで、トイレに行った時とかって俺話すやつやのになみたいな。撮っちゃいました後輩。盗まれたの。トイレ行った時びっくりされるっていうあるあるを目標さん先に話してましたね。女装芸人あるある、女装芸人あるあるを先に後輩に残しとかないと。女装界、女装界のさんまさんですね。いやいや、女装界に言っちゃわないでください。さんまさんじゃないよ。朝日君はこのあれを毛を剃らないんだけど、ラッシーさん、池田君は剃るんだもんね。剃ります。脱毛も行ってますし、エステも行ってますし。そうなんだよね。はい、これやっぱりコント、女装始めるようになってから、はい、やっぱ綺麗な方が、綺麗だって言われること多かったんで、ちょっと足毛ボーボーで綺麗だって言われてもちょっと説得力ないなっていうので、どんどん、はい、美意識高くなっちゃう。でもなんか出番と出番の間に眉毛サロン行って、ニセの眉毛がピッカピカピカ持ってる。あ、そうなんだ。めっちゃ腹立つっす、その、差を止めたいみたいな眉毛。1時間半空いてたら眉毛サロンぐらい行きますよ。腹立つっすよ、こいつ。腹立つ。キリッとさせてください。でも今日ここに鼻くそついてるけどな。え、鼻くそですか。鼻くそじゃないの。ゆかり、あ、じゃあ鼻カレーですね。すみません、昨日ココイチ食うとかカレーです。いや、低糖質カレー食うてんすよ、今。カリフラワー。さんもラジオで何の指摘してんの。あ、さ、こいつやるんすよ。このなんかもう毎日鏡見てるとか、このなんか美容の取材みたいなの受けてる時に、いや、ほんまに、やっぱ男でもメイクする時代、それ必要やと思うんですみたいな語ってて、信じられないぐらい鼻毛出てたんですよ。え、お前なんだったの。抜けてるとかあるよ。抜けてるところ。そうなんだ。こぼしちゃったんでしょ。これこうカレーこぼしちゃいましたね、昨日。美容にね、すいません。言わんとってくださいよ。ラジオわかんないじゃないですか。多分綺麗な子来てんやろうなって思ってくれてますから。そうだね。ジャンボの指示ではないの、こう綺麗にしてくれみたいな。全然全然すごい。そんな俺はもうもう気味が悪いラインに立ってますよ、もちろん。池田頑張りすぎて。マジで。池田がだって劇場のその女装する芸人みんなにメイクして、劇場の女装する芸人みんな美人になってきてるんですよ。メイク術をやっぱり伝授して。すごいじゃん。すごい。レベル上がってんだ、みんな。上がってるの。女装するやつ。そうです。最近あのタモンズさんとかにもメイクしたりとか。そうです。あのコントやるとき。ダメだタモンズ綺麗になる？なります。なるほど。眉毛の色素をちょっと薄くしてあげたりとか。そんなするの？ディップ綿棒でディップ塗ってあげたりとか。あ、そう。すごいね。え、タモンズってあの大宮セブン。あ、そうですそうです。レインボーと大宮セブンなの？全然無限大。無限大ホールです。自分は。あ、もう専属なの？無限大ホール。他も出ますけど、やっぱ主に所属は無限大って感じですね。あ、そうなんだ。じゃ無限大の今。女装レベルが上がってます。上がってます、上がってます。空気階段の塊さんすごい美人になってるじゃないですか。あった。あれもきっかけはいけないです。そうそうそう。もうキングオブコントのあのコントの時の。そうです。あの綺麗な。なんかだんだん美人になってくるのはマジで池田がどんどん美人にしました。すごい。どんな人でもできる。どんな人でも大丈夫だと思います。例えば女装。はい。やりたいんだけど。はい。やりたかった。女装でやる方がヤホーって受けると思う。
あ、ほんまにギャルがミスってるみたいになりません？可愛いギャルだ。できます、できます。まず眉毛、はい、可愛く、茶色にして、茶色っぽいのが似合いそうですね。肌の色と合いそうなんで。あと、涙袋もともとあるんで、涙袋、はい、ここにぷくってもともとあるじゃないですか。もともとある。で、それちょっと膨らませてあげて、で、膨らませてあげて、そうです、そうです。あの、いや、線引いて膨らませてあげて、はい、で、二重もめちゃくちゃ綺麗なんで、その二重の間にちゃんとアイシャドウ入れてあげたら、で、もともと垂れ目なんで、その具合をちゃんと引き立てたらめちゃくちゃ可愛くなりました。やべ、超嬉しい。嬉しいんすか、めちゃくちゃ可愛くなりました。さあ、この後もレインボーのお二人を聞いていただきます。さあ、改めて今週のゲストは吉本からレインボーのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあれ、いっぱいメール来てるんだね、はい、フロキャスさんです。ジャンボさんは実家での母親との会話をツイッター上に載せていますよね。その会話で一番驚いたのが、ジャンボの母親が意外と大食いなところです。ジャンボさんの食欲は母親譲りなんですね。めちゃくちゃ食うんですよ、うちの母ちゃん。もう今62とかなんですけど、あの、まずカルビのあるあるがわからないって言うんですよ。大人になるとカルビもう食べられなくなる。お母さんカルビしか食べないんですよ。珍しくない？62。いやいや、もう脂っこいの無理じゃない。もうカルビしか食べなくて、もうホルモンとか食うなって。もったいないから、胃袋が。カルビだけ食え、みたいな。で、うちの母ちゃんこの前会って、最近ちょっと吉野家ハマってんだよ、美味しいね、吉野家って、みたいな。美味しいよね、つったら、もうお父さんが、特盛りの吉野家と、牛皿買ってきてくれるんですって。で、母ちゃんもそれ全部食って、はい、ダブル。あと、冷凍のパスタ温めて食うみたいな。めちゃくちゃ食います。体大きいね。めっちゃでかいっす。めっちゃでかい。まんまジャンボを女性にしたから。本当にでかいっす。カズミみたいな話じゃねえのか。違う違う、大デブの大飯ぐらいです。すごいっすよ。ちょっと前まではもう筋肉もすごくて、鍛えてるの？鍛えてないです。本当、俺指立て伏せとかできるんですよ。すごい。10年ぐらい、50ぐらいまでは指立て伏せとかできて、親戚で集まったらお母さんが、よっしゃそろそろやろうかっつって指立て伏せやって、いいとこと数えるから。盛り上げちゃう。1、2みたいな。あの、なんかやってた人じゃないの？いや、昔バスケやってただけで、なんか、いや、子育てしてたらできるよ、指立て伏せ。みたいなこと言ってた。聞いたことない、そんなの。すごいっす。ほんと喧嘩強かったっす、だから。喧嘩強い。うちのお兄ちゃんがすごい太ってて、昔130キロぐらいあったんですけど、そのお兄ちゃんをもう首根っこ捕まえて、もう外出したりしてましたもんね。男のでかい男育てた母ちゃんだから、はい、そうですね、ほんと強いっすか。強いんだ。ジャンボさんもなんかすごい、なんていう、ただ肉付けがいいだけじゃない、なんかありますよね。芯、うんね、が強い。芯が、そうそうそう。言い方が。池田がもう来ると、同じ、やっぱもう、圧の戦いというか、うん。ジャンボとジャンボのお母さんの圧が全くと一緒なんで。何なんそれみたいな。うん、何それみたいな感じの圧喧嘩とかめっちゃします。そう。全く同じ喋り方で、ね、母ちゃん。そうなんだ。そうそう、大変だね。じゃあ、ギャラ君のお母さんはだって全然だよね。そうです、155センチの、うん、あの、痩せてる時は釈由美子って自分で言ってたんですけど。仲いいんだよね。仲いいです。この間も母の日一緒に串カツ食べに行きましたよ。へえ、仲いい。はい、2人で。2人です。お母さんとのその美容の話とかもするの？あ、お母さんには毎年母の日はディオールとかの LINE をプレゼントします。あら、嬉しい。化粧水とか美容液とか。ありがとう、嬉しい。LINE？ それはもう昔から？女装する前から？女装する前から母の日はなんかプレゼントするのありました。あ、そうなんだ。はい、全然違うな。ね。全然違いますね。タイプがね、二人全然違うの。ジャンボのお母さんと池田君のお母さんは、知り合いな。ジャンボのお母さんが NSC の最後のライブでジャンボが主席やったんですよ。なんで多分自分の息子が主席っていうのがうれしかったらしくて、ずっと客席で、あれ私の息子、あれ私の息子よ、あれ私の息子っていうのをずっと僕のお母さんに言ってたらしいです。あ、そんなにもいたんだ。言いました。別々のコンビだったんですけど、その客席では一緒になってたらしいです。客席に親見に来ているんだね。親見に来てます。そっかそっか。今でも単独ライブとか来たら、あれどうもジャンボのお母さんですとか言ったりするらしいです。なんか話しかけられましたっつって、あのジャンボ見に来たお母さんとか言うらしい。嫌なんだけど。すごいね。それ嫌なんだけど、ジャンボママ。ジャンボって言うんだよ、お母さん。本当の名前じゃないよ。実方の方じゃなくて。高尾って言わない。本当は実方高尾って言うんだ。実方高尾です、俺。実方高尾の実方高尾って言う。実方高尾っす。高尾くん。高尾くんはだから、その NSC の時は、
なんていうコンビだったの？感動ピストっていう一応コンビで、うん、首席卒業。すごいじゃん。首席って何？首席した人ってそのままコンビで行くんじゃないの？いやーもう全然ダメでしたね。もうなんか吉本がご褒美で、1ヶ月間スケジュール帳が埋まってる、そのスケジュールが埋まってるスケジュール帳みたいなのもらえるんですよ。だ仕事が毎日入ってるんです。4月。すごい。ご褒美。それ首席になったら。首席になったらもう1年目の1ヶ月目でスケジュール。ただそれがやっぱりさすが吉本。マジックで、ほぼ毎日吉本ってなんかネットであんまり誰も見てない吉ログ30っていう番組があって、それに毎日1分だけ出るっていうスケジュールだったんです。最高ですか？もう地獄で、最高です。その時でっかい体育館でやってたんですけど、もう100人ぐらい芸人さんいらっしゃったんですよ、みんな。で1時間半かけて挨拶して、で1分だけ出番行って、1時間半かけてお疲れ様でしたっていう。もうそれで1ヶ月で仕事じゃないじゃん。それも仕事じゃないっすよ。で感動ピストレースみたいな。感動ピストレースよろしくお願いします。一番下だからね、もう挨拶で時間かかっちゃうんだもん。で、大山秀夫さんとかには、ご挨拶よろしいでしょうかって言ったら、うん、俺がダメ言うたらどうすんねんとか言われて。嫌だね。嫌だね。絡んできてくれてんだから。でも胸が余計な、余計なね、余計なことを、ストレスがね、余計なストレスが。余計なストレスがね、胸がギューってなって、みたいな。でも相方がね、有名な森川よるしかねえ。誰が知ってるんですか？森川やるしかねえよ。現ホープマンズの。ホープマンズの。森川やるしかねえよ。俺もう一生ネタやりたくないって言ってるコンビですよ。この時代にネタじゃなくて売れようとしてる珍しいやつですよ。何で売れようとしてんの森川。今は息子をインスタグラムに上げて、これが大バズってるし、バズってんのかね。森川やるしかねえ。息子が最近でかくなってきて、そしたら妹できて、妹また上げ出してて、次妹でかくなったらどうすんねんって言ったら、また次の子作るとか言ってる。ふざけんなよ。俺はもう家族をさ、売りにした、うち兄貴がそうです。やってますよね。やってた。ずっとやってた。早々にやってた。大好きです。だから、日の出は有名だもんね、おばたのお兄さん。知ってくれてます。だってもう、これはだっておばたのお兄さんと、と、前組んでたんでしょ。黒柳さんがコンビ組んでて。ね、これはだからもう、一切聞かないです、もう。こすり倒してるんですよ。あ、そう、逆にね。花さん、こんなに仲悪い二人珍しかったですからね。日の出もう、バチバチで。いや、なかったですよ。いや、池田も尾形もう悪いやつじゃないんですよ。全然いいやつなんですよ。相性が良くない。もう、二人揃ったらもう憎しみ合ってて、もう。ガのぶつかり合いでしたね。あ、そう。二人とも、だって、俺も会ったことあるけど、すごいいい人じゃん。二人ともいいやつです。でしょ？大学も。何が合わない？お互いも本当に。もう一回多分もう向こうがバリバリ体育会系なんで、だからちょっとでも後輩の動きできてなったら何やってんだよ、みたいなのがずっと理解できなかったんですよ。ああ、なるほど。はい。とか、あと出たい出たい、お互い出たいなんで、エンディングもバラバラで手挙げるとかもあったんですよ。お互い出たい。モノマネ、コンビ芸じゃなくて、もうここでモノマネしたりとか。あ、そっかそっか。単独ライブのマクマ V も、ここで作ってくるみたいなのを、ずっと1年間ぐらいやってて。どっちがボケでツッコミとかないです、ないです。もう、どっちもボケて、どっちもツッコミ。ゆっくりです。ラスト解散までの1年は、一言も喋ってないです、本当に、二人が。あ、そう。でもその後バーンって向こうが売れちゃったじゃん。マジメンタルおかしくなりました。いや、悔しい。全部自分が間違ってたんだってなりました。ああ、逆に。なんで、今はなんとか僕もバイト辞めれたんで、なんとか保ってますけど、ここ最近です、やっとおばたの話できるようになったの。あ、それまでちょっと話すのも嫌だった。話すのも嫌やったです。嫌だったんだ。今もじゃあ会ってもあんまり。会ったらういぐらいは言えるようになりました。もう振り絞ったういですよ。ういみたいな、その、やっと言ったみたいな。言わんのも寒いな、みたいな感じがあって。なるほどね。ガチのやつだね。ガチですね。でもよかったよね。解散してね、早めに。まあまあそうです、早めに。ずるずる。だから喜んでんじゃないの？レインボーがこう、バンってグルナイとか出た時。いや、どうですかね。どうですかね。ジャンボは何で？ジャンボ関係ないだ。確かにすみません。おばたと一番仲良かったそうです。同期で。すみません。複雑な関係です。そっかそっか。同期は結構濃いなね。ひょっこりはんとか、はい。あと、ぼる塾の田辺さん、坂谷織さんとか。あ、じゃあ、ひょっこりはんと、あれ、争ったのは、あれ、同期対決だったそうです、面白そうで。それすごいね。僕らが優勝なんですけど、その次の年の面白そうでは、去年は、ひょっこりはんを輩出って言って、僕ら優勝ほぼなくなってたんですけど、だから負けましたね、そこではね、いや、もう、売れると思ったけど、全く売れずにひょっこりはん。反響がもう全部ひょっこりはん。全部ひょっこりはん。したんだ。あ、でも、あんまり仕事増えなかったの？レインボー。いや、全然なんです、本当に。
もう悔しかったです、全く売れずに。何がきっかけだろうね、今はすごいね、その YouTube もあれだけど。いやいや、全然。いや、今も本当なんか地道だったんですけど、やっぱ YouTube とか、で、コント毎日あげようって、もう仕事なさすぎて。で、コントでやっとちょっと、認知されたかなと、うん、あとやっぱフジテレビの癖がすごい、はい、癖すごい、さっきのギャルキャラクターとかね、はい、あれ2年ぐらいやらせてもらったり、はい、もうなんとなくじゃあ街歩いてても、はい、あ癖そこで見たみたいながめっちゃ営業行った時に、うん、わーってなるのがやっと癖すごでなりました、はい、なるほど、はい、知ってるっていうのがよかったね。いや、なんとかキャラいっぱいあるの、じゃあさっきの社長以外にもあのジャンボのキャラそうっすね、お互いいろいろキャラ、はい、あ、そうなんだ、たくさん YouTube で、はい、やってるんで。女装は結構早めからやってるんですか？結構早いですね。もう8年ぐらい、はい、フルメイクでやるようになってきました。だから、おばたの時から女装はしてて、うん、でも池田ってめっちゃガタいいし、でかいんですよ。身長177センチあるんですよ。こいつ細身のピッチャーみたいな体してるんで。ジャンボの隣だからそう見えない。で、おばたとやってる時は、本当もうなんか、でか女とちび男みたいなコントになっちゃう。どれやるの？普通のができない。そういうのをやるようになってましたね、最後の方とかは。そういう意味でも相性悪かったんです。誰だってやったら顔出てたんで、俺。そっか、そうです、はい、誰だどころじゃないんですよ。おばたちっちゃかったんで。なんかいろいろあれ聞いてますよ、ジャンボが、はい、なんかあれでしょ、漫画がめっちゃ詳しいっつって。いやー、はい、漫画なんか、漫画のさ、はい、なんかクイズみたいのを三橋のマイケルさん送ってきたんだけど。え、もう任せてください、大丈夫？もう満喫で7年働いてるんですから。俺その満喫で浅野忠信さんに、すいません、湘南純愛組どこですかって言われたことあるんですよ。浅野忠信さんに。そうです。だからクイズ答えられるか分かんないけど。漫画クイズ読んでんの？読んでました。はい。何でも詳しいんだ、漫画に関しては。あ、でも詳しいはずっす。はい。なんか、三橋のマイケルさん、うん、コチカメが好きらしいんですけど、うんうん、コチカメは、はい、前回持ってましたよ、はい、あ、すごい。両津のお父さんお母さんの名前は何ですか、うん、難しい。まずお父さんは銀次ですよね、はいはい、うん、すごいね。お母さんなんだ、お母さん、お父さんお母さん知らないな、うん、知らないですね。すいません、わかりません。もうダメだよ早いよ、ワンのお母さん、すいません、お母さん何だった。両津米、米、米だ、米と銀次。海パン刑事の本名は何？海パン？うわぁ、北野。うんうん。うわ、汚いに、野原の野で、北野。へぇ、そのまま、そのままでいいよ、北野？北野といえば？北野武史。正解。おぉ、で、じゃあ最後ね、はい。電極スパークの一番下の息子の名前は？うわ、スパークの一番下か。すごいね、ちょっとその、あのね、ジャンルが。わかんないんだけど、そうそう、あの、難しい。難しいですね。いや、それ、こち亀芸人ではないじゃん。漫画が好きって言う幅広いジャンルに対して。あ、マイナスだ。あ、パルスでした。パルスだ、惜しい。プラスで、マイナスでパルスだ。夫のこの人によ、いや、よく読むと、こち亀芸人の花輪さんとどっちが詳しいんですかって書いてあるけど、うん、そこ読まなかったから。対決してアメトークでね、こち亀芸人ですよ。わかんない。難しい。人事ぐらいしかわかんない。難しいね。そういうことじゃないもんね。そうですね、はい。でも昔は本当に漫画好きだったんですけど、はい。なんか漫画ソムリエが、なんかできるらしいよ。漫画ソムリエってどこ？おすすめの。そうですね、こういう漫画、こういうのが好きでとか言っていただいたら、この漫画どうですかとか言えますね。ああ、何？そう、サウナとか？ああ。サウナなんてあれですよ。あの、きっかけになった茶道って漫画とかは、漫画きっかけですからね。そうか、最初漫画か。漫画でスタートしてる。あ、なるほどね。そうだよね。ああ、何でもあるんだもんね、でも漫画っつったらね。いや、なんかバレーボール、配球以外のバレーボール漫画ありますか、おすすめ。あの、神様のバレーって。あれはすごいですよ。なんか、弱いチームが、バレーボールって元から、チームを強くするために外から支持する人がいるんですよ。これは本当どこのチームでもいるんですけど。で、その人が、実際に弱い高校バレーについたらどうなるかで、どんどん、その、子供の字がなくなっていくんですよ。頑張るぞっていう子供たちがどんどんその人に洗脳されていくみたいな。だけど、それがやっぱ、その、でも強いチームにはなっていくっていうのが面白いです、はい、バレーボール好きなら間違いない。漫画ソムリエ、男の中の男を磨きたいんだけど、そういうなんか塾に入る漫画とかってあんの？先駆け男しか絶対そうだろ。絶対そうだろ。あるの、そういうの。ありますよ。求めてほぼヒント出してたじゃないですか。漫画ソムリエいらないじゃん、それは。あるの分かってんじゃん、もうだって。男に塾まで出されてる。ソムリエとして俺恥ずかしいっす。あるんだ、すごいじゃん。すごいっすね。ないの、ソムリエ。俺、ソムリエ、じゃあ、今困ってる肌の悩み言っていただいたら、おすすめの化粧品紹介。あ、シミ。あ、シミ、メラの CC です。はい。
メラノ CC です。出ましたね、メラノ CC。メラノ CC。ビタミンに直接塗るタイプで、それでダメやったら皮膚科に行ってほしいぐらいです。なんで感情ないんだよ。冷たかったですよね、単純に。メラノ CC 使ってください。ちょっとあったかくて。そういうとこだよ。おばさんの。いや、そうなんですか。この後もレインボーの二人を最悪だ。最悪だ。日本放送。The Radio Show! さあ今日は、はい、リンボのお二人をねゲストにお迎えしております。エビバディが同期らしいですよ。エビバディ同期です。エビバディ二人とも同期。カーナミチョイってあの、はい、女の子が、うん、同期なんですけど。最高じゃん。そう前回のアメトーク運動神経悪い気にのロケで3日ぐらいあるんですけど、3日ともエビバディって面白いよねってアナウンさんがずっと一番カーナミチョイにハマった。カーナミチョイってすごいよねって話されてたのロケで。メンタルね。そうです。M1 の予選の時のメンタル。そこでお客さんからの帰りないのにへって言ってんだよ。こんな芸人いるかよとか言って、アナウンサーがずっとプレゼンしてる。ネタ合わせめちゃくちゃスパルタですよ。そうですよ。違う違う。違う違う。そうですよ。そう。トークにがもっともっとちょいちょいちょい。違う違う。もっと口を大きくちょいちょいちょい。それ聞きたくなかったよ、ね、すごいだ。めっちゃスパルタ。すごい。なんだ無限大の端っこでずっと壁に向かって、フェイスってやってるんですよ。一回池田と入ってったもんな。ちょっと厳しすぎるかもしれません。つって。フェイス、フェイスいいね。フェイスいいな。そうだね。じゃあ、レインボーの二人、こちらの企画、お付き合いいただきましょう。今日のスポットナイツ。はい。まあ、今、一番気になることや、ハマっている話なんかを伺っています。うん、はい、お願いします。ありますか？いや、ずっと慢性的に腰が痛くて、うわ、どうしようと思って、はい、鬼奴さんに相談してたんですよ。鬼奴さんに。番組一緒で鬼奴さん。そして鬼奴さんが、え？板橋のゴッドハンド行けばいいじゃんって言われて、皆さん知ってますよ、板橋。知らないで、知らないですか？知らないよ。なんで板橋のゴッドハンドっていう方がいて、うん、もうまず予約が一切できない、うん、で必ず並ばなきゃいけなくて、もう診療時間は1人5分、でも必ず治るって言われてた。何それ。だからもう絶対治るよ。うちの旦那ももう足痛いって言ってたのもう一発で治ったから、で私も治ったし、で行ったんですよ。でそしたらもうほんとなんか雑居ビルみたいのに20人ぐらい並んでて、なんだこれと思って、でそれででも1人5分だからめっちゃ回転早いんですよ。でまあ前に4人ぐらいになったらやっと中入れるんですよ。で中に入ったらこうまず初心の方は大きな声で初心ですと言ってくださいって書いてあるんですよ。それ一番早いんだ。恥ずかしいと思いながらこうでも中でやられてるんですけど、初心ですって勇気出して言って、ね、そしたらなんかこうパッてなんかボードみたいなの渡されて、そこにどこが痛いのか書くみたいな。でこうやって書いてたら、俺の三つ前のおばあちゃんが、もう腰曲がったおばあちゃんが娘に連れられて入ってったんですよ。で5分後にはもう姿勢が嘘ってきた。やば。嘘みたいな話が。俺もやば。何これと思って。で肩を押さえたこうおじさんが入ってって、そしておじさんが、うわー僕歯医者やってるんですけど、肩が痛すぎてもう廃業しようと思ってたんですって、泣きながら出てきて。何これと思って、ね、で前めっちゃ汚いおっちゃんだったんですけど、俺の前なんかドラえもんのキーホルダー山ほどつけてる、うわ何このおっちゃんと思って、でそのおっちゃんもこう背筋曲がって入ってて、すごい姿勢よく出てきて、マジでこれなんだと思って、俺も入ってってお願いしますって言ったら OK とか言って、なんか背が高いスラッとしたハゲたおっちゃんで、あどうもみたいな、でどこ痛いの、腰かとか言って、腰こうやって触ったら、うわっ君これヘルニアだよみたいな、これ5番の骨ヘルニア出てるよって言って、こう骸骨の標本シャーって出して、ここヘルニア、足上げるねって言ったら右全然上がんないんですよ、痛いっつって、そしたらこれ45度以上上がんなかったらこれ手術だよ君、手術のヘルニア、まあ僕なら治せるけどねって言って、そのままこうやってなんかウィーンって横になって、ほんとホコリはたくみたいな感じで背中をこのみたいなのを30秒ぐらいだけやられるんですよ。何それ。でウィーンって立ち上がったら一切痛くなくて、で俺もちょっと引いちゃって、どう痛いみたいに言われて、いや痛くないです。え何痛いなら痛いって言ってねみたいな。いやで正直にいやそれでちょっと引いちゃってって言ったら、ああ引いちゃう人も結構いる。マジっすかーっつって、すごいっすね、そんなすごいので、あ君芸人やってんだ、めっちゃおしゃべりな人なんですけど、あの前誰か分かった、前の人はチャンス大城さんだよっつって、そのちょっと汚い子さん、チャンス大城、おいチャンスさんも来てた、前にチャンスさんいたと思って、これはほんとぜひとも、マジで行ける人は皆さん行ってほしい。いや行きたいよ。自分がすぐ
か母親にも連絡して、うん、母親も最近足痛いってたんで、もうすぐ一緒に行こうっつって。ジャンボママ？ジャンボママ。でもジャンボママは、まあ、やっちゃう可能性あるじゃん。先生を瞬殺した感じ。いやいやいや、その別に血気盛んなわけじゃないんで、別にカーってなってるわけじゃないんですよ。殴りたくてしょうがない人じゃないです。すごいね。すごいです。あ、でももう痛くないの？もう本当痛くないです。本当に痛くないですか？よかったね。で、そっから俺は2回後君来たら、もう一生ヘルニアにさせない体にしてあげるよ。でも予約は取れないんだ。予約はダメです。並ばなきゃね。テレビに出たことないんでしょ多分。ないです。でも、妹さんが1回テレビで言っちゃって、うん、でそっからちょっと混むようになっちゃったんですけど。あ、そうなんだ。なるほど。だからもうおしゃべりで、うん、なんでで、イッテ Q の方々とか結構みんな行かれるらしくて。で、鬼奴さんはこの診療されながら、あれ、鬼奴さんあれらしいね。今度イッテ Q の忘年会あるらしいねって、その人の口から知ったらしいです。あるんですかつって。すごいな。なんだろう、気候ってことなんですかね。いや、気候じゃないと思う。なんか、あ、骨立ってきたとか言ってたんで、だからちゃんと体とこう、向き合って多分やってるとは思うんですけど。不思議なあるんですね。そういう、その形しかできない。漫画あんの？そういう漫画。こういう漫画。反応的な？あ、こういう、やっぱその、あ、びっくりみたいな、そうですよね。この、やっぱミスター味っ子じゃないですか。みたいな。なんじゃこりゃみたいな。ミスター味っ子。ミスター味っ子。意外はどうでしたね。はい。ホットハンドみたいなことは。こんなこんな方向から、こんな発想でこんな料理作るみたいな。で、味王様がもう、ピカーってなるんだ。俺なったんで。はい。ピカーってなったんで。味吉陽一。ああ、味吉陽一ですね。そうでした、ミスター味っ子ぐらいの衝撃だったんだね。高橋のゴッドハンド。本当、ぜひとも、どこか体痛かったら行ってほしいっすよ。高橋ね。本当に、ちょっと、ずっと、絶対行こうって今、心に決めてました。ありがとうございます。本当に最近腰痛くて。うんうんうん。マジで行ってみたい。めちゃくちゃ多分お笑い好きでミーハーな方なんで。マジで。超喜ばれると思います。本当に？俺でさえ次行ったら、レインボーみたいな感じで多分調べてたのか、言われるぐらい多分、ちょっとミーハーなところがあるというか。何で大城さん知ってんだろうね。いやでもなんか、噂になってる。そうですね、噂では有名みたいな。和田まんじゅうさんも連れて行かれて行って。和田さんもぎっくり腰で行って、芸人だらけになっちゃう。芸人だらけになっちゃう。なんかいないのかな、そのなんか弟子みたいな、同じ技を持った人とか。それこそめっちゃおしゃべりなんで、その、話を盗み聞きしてて、いや、弟子みんなさ、ニューヨーク行っちゃってさ、とか言ってた気がします。言ってたと気がします。なんかやっぱコントを作るようになんか誇張してね。ニューヨークそんな言い方なの？なんとかさ、ほんとこれ言っていただいたらわかります。おしゃべりな、このおっちゃんの喋り方です。マジだってなんか、例えで、よく運動会とかのテントがあるでしょ？あのテントの骨組みと、ロープの関係性ってさ、なこと言ってました。そういうことなんだ。そう、例えてるっていうね。見える、見えてないけど見えてるんだ、その人。見えかもしれない。なのかもね。それを直してあげればいいって考えなんだ。すごいおしゃべり、マシンガントークです。めちゃくちゃ行ってみたいな、でも。これ行ってほしいです、もう。ねえ。めちゃくちゃ、なんか、もうマジで小畑のお兄さん話どうでもよかった。いや、思いましたね。すいません、失礼しました。こういう、自分のためになることはね。本当に。いや、美容よりもやっぱこっちの方が刺さる。肌のシミより腰の方が。そうです。小畑が見た目面白い感じの俳優さんと、